はい、ということで、どうもこんにちは、浩次です。ということで、本日も早速やっていきたいと思います。えー、真実のですね、歴史シリーズの動画の続きとなっておりますので、えー、まだ見ていない方はですね、再生リストの方から、えー、このシリーズをですね、見ていただければと思います。えー、それからですね、一応ご報告なんですけれども、あのー、コメントの方にですね、このシリーズをこう本に出してほしいというふうなあのご意見があったんですけれども、まあ、本にするにはですね、 あのそれ相応の資金力がちょっとないとあのできないので今の僕にはですねそれはちょっと難しいなということになりましてえ PDF のですねファイル形式としてあの販売する運びとなりましたので、えー、もしねあのテキストとして欲しいという方がいらっしゃいましたらえそちらの方からですね PDF ファイルとしてですねご購入いただければあの幸いですということでそちらも概要欄の方に貼っておきますということで前回の続きをですねやっていきたいと思います、えー、まとめとしてはですね 寿神朝のときのです、ね、政策として民の声を聞くっていう民主主義的政治にですね方向転換した一方で、えー、骨玉の原理およびです、ね、それを象徴として器物化した三種の神器は、えー、来る物質文明の豊穣を祀るため、元伊勢のですねこの神社に4年間祀ったと、その後現在の伊勢の方に移されて、精神原理の復活に向けた施策として、 神柱としてね、えー、5尺のうち2尺を地中に埋めたことで人々に精神原理陰没をです、ね、暗示したというところまでやってきました、えー、元伊勢のです、ね、この神社というのも伊勢神宮もですねこれは唯一神明づくりというね作り方をしております、まあ、神社にね施された内容とかねその作り方というのは神が明らかにできる作り方をしているんだよというこういう意味になっております もちろんその神という内容がですね「仏玉原理」の五十音のことなんで現在はですねあのすでにに、まあ、によっってて明らかにはなっておりますで今度はですねこの仏玉の原理の、ね、視点によってこういった過去の出来事をですね明らかとしていくっていうねそういう、えー、現代にありますから、まあ、このようなですね活動も一見してはですね、まあ、無駄なことっていうのはないと。 まだ解明されていないですね謎っていうねあの神話だったりだとかそういった物語もですねあの現代に生きる僕らが、えー、これをですねあの真相を解明していくっていうことをですね、まあ、やっていく必要があるのかなというふうに思います。はいということでここで一旦まとめます。はじめ、えー、人類の精神文明時代においてですね天照大神つくよみの御事とともに三柱の渦の御子としてですね三権分立と三味一体として高浜原日本のですね 言霊太まニの原理に基づく、えー、欲望ですねあの言霊「う」の分野の物質の生産および研究の役目をですね、まあ、強調しながら最初担当していたっていうこの須佐能の御事が宇賀や吹会津王朝の時代において、えー、高浜原よりですね追放という形離脱して海外の方で研究しなさいというふうな形でですね旅立って、えー、独走し始めたということになります。 荒ぶる神となってですね欲望が独走するということはこの独走ってちょっと字間違えましたね走るという字ですね独走することは、えー、すなわちですね精神として割れしとなるということなんですね割れしとなることですから協調とか調和とはですねかけ離れた社会に一変したということになります、えー、そのようにですね世界を誘導するにはですね精神原理の活用では全くもって進まないと 5つの性能のうち「う、えー」ウとしてね欲望のみを活用した原理の上から施策が必要になるとつまりは物質統治の責任者としてモーセに任命した汝一人より他に神なしと知れと、まあ、これをやってですね神の一神教的信仰を起こしていくとで客体に見るですね神とか、まあ、宇宙の真理っていうものをですね個人個別の経験値によって研究させることそれゆえにですね起こる苦悩の解決法として宗教を起こしたと まあそうすることによって個人個別の経験値によってね価値観だったりまあ民族だったり種族観だったりね信仰の対象っていうのはみんなこうバラバラになってくると世の中のですね言葉を乱すとバベルの塔の崩壊ですねそして生存競争を助長していくその競争に打ち勝つための最高の手段となる物質科学とその成果である富と権力のですね獲得によって人々を駆り立てると。 そして先導するようになった、えー、物質文明の到来もですね全てはここ日本より直面した言霊原理に基づく酵素構想による歴史文明創造のですね、競輪によるところというところなんですね。 まあこ,こからですね大きく世界はですね物質文明の方へと、まあ、中心が移っていきます日本において「えー、骨玉原理」「陰没」の政策というのはそのまま世界にですね精神性が陰没されたまま文明が進むということになります、えー、各種世界の神話に見られる平和な時代があったっていうのはですね、まあ、文字通り神話として語り継がれる世の中となっていきます 特にですね先の説明の通りモーセに任命権として与えた政策というのはエホバというね荒ぶ,る神の荒ぶる戦いの神として、まあ、カバラの原理をもとにですね世界を大きく影の支配として機能し始めます平和と協調の精神原理から一変したその時代層は 弱肉強食そして権力万能の社会に一変しここ2000年の歴史に見るごとくのですね戦乱、貧困、闘争、飢饉、厄災、まあ、こういった渦に巻き込まれていってですね平和な時代であった楽園は夢のごとく人々から遠く忘れ去られていったと、まあ、人々もまたね人間とは昔からずっとこうだというふうに思い込んでしまいましたと。 私たち日本人がですね、実は目覚めなければならないのはこの歴史観こういう先入観よりももっと前にあったですね、まあ、遺伝子レベルでよみがえっていかなければならないと、まあ、人間は昔からずっとこうだったんじゃないんだよっていうことに気づいていくってことですねさて精神原理・陰没をです、ね、日本で行ったわけなんですけれどもじゃあ世界ではねどのようにその名残を消していったのかということになります、まあ、世界にもですねあの輸出してたわけなんでこういう精神のですね、文化っていうのは名残があるわけですね で中国ではですね始皇帝がそれまでのですね、えー、書物を全部焼却したというふうに書かれていますこれをですね噴書と言います噴、えー、書とはですね書物の焼却による儀式としての破壊を指しますエジプトではですねそれまでのヘレニズム文化にですね、えー、古代ローマの文化が入り込んできてアレクサンドリア図書館としてですね、まあ、あらゆる言語で書かれた歴史書のですね宝庫であったねこういった建物をですね焼,焼失したと。 神殿がですね破壊されて、えー、歴史的建造物の多くがですね破壊されていきますえー、そしてですねイスラム教のコーランにはですねムハンマドが最後の預言者であって最後の歴史の封印者というふうに書かれていますまあ世間一般のですね学者の間では、えー、その封印をですね預言者の封印というふうにしてるんですけれどもまあそれはね何を封印したのかっていうのは議論の中にあるわけですね はい預言者の封印でもですねまあ、的は外れてはいないんですけれども、じゃあ、預言とは何かについて、ですね世界中ではこう真相明らかになってないんですね。で、この予言っていうのは神の啓示というふうに言われてるんですけども、じゃあその神の内容っていうのがね、何なのかっていう、ここはですねあの真相が明らかになっていないと、まあ、なぜなら、没していいるからととうことになりますえその神の内容をですね、陰没させたことを、最後の預言者の封印として、コーランに書かれていると。はい 物質文明のですね完成を見るまでは精神原理を封印せねばならないとそのことを任命者として責任を持って人々を扇動した最後の言玉原理ですね保持者でもあるとそのムハンマドという人物はですね。はい で最初にですね「ウの原理」「カバラ」をですね、えー、物質文明創造のですね原理として任命されたモーセはそれまでエジプトで栄えていた精神文明の名残である文化から民族を率いて海を割ってイスラエルを建国します、えー、高カアマハラからの追放のようなね出来事がここで起こるわけですねそれまでのですね文化とは別の原理に基づいた文化を作るっていうことにはですね、まあ、新たな土地が必要になるわけですね まあ聖書に見るごとく、その後ですね、イスラエルというのは次第に栄えてくるわけですね。ダビデ、ソロモンの時代にはですね、そのピークとして大繁栄を迎えたというふうに書かれています。モーセに原理として渡したアロンの杖、マナの壺、モーセの実戒はですね、モーセの出エジプト以降ですね、契約の箱に入れられて大切に扱われて、 来たというふうに書かれていますしかしイスラエルがですね大繁栄を迎えたこのダビデ王の時代まではですね幕屋に入れられていたんですけどもソロモン王の時代にはですねヤハウェのですね神殿が建てられてその神殿に収められた時にすでにですねあの箱の中にはアロンの杖とマナの壺っていうのはですね入ってなかったというふうに記述されていますはい。ダビデ王の時にですね祖国日本に 原理をでですすねね変換ししたと思わわれてているわけです、ね、えそしてこの時代を境にですねピークを迎えていたはずのイスラエルはこの新法の喪失後にですね大きく変化をしていくとどうなったのかというとイスラエルとユダヤの両国にまず分裂したとやがてですねそこから聖書の通りこの両国はですね滅亡していってしまうんですね。 しかし、滅亡といっても、その滅亡というのは国であって、国の形であって、民族としてはまだ生存しています。じゃあ、この両国の民はどこへ行ったのかと、ここからですね全世界へと拡散することになります。えー、日中同祖論では、ですねここから日本にやってきたんだというふうにありますけれども、まあ、日本だけではないと、西へ出発した民、そして東へ出発した民、まあ、各地にですねユダヤ民族は拡散していったということなんですね。 カバラのですね原理を持つ正当な教育とその信仰の掟からですね、まあ、純粋に民族性を保持して民族の代表言者であるラビのね統率のもとに、えー、任務遂行のため世界各地をですね放浪していく形をとるわけですね。はいでこの任務遂行とは何かとこれはモーセに任命した権力武力金力をもって物質世界を統治せよというねこういう任務です。 えエホバというね一心によって世界の言語を生み出していくとそして人々の言葉を互いに通じ合わせなくしたことによって精神文明の時代をですねことごとく閉塞させて自らの民であるユダヤ民族をも滅亡させるそして世界に拡散させた意図とは一体何なのかと。それはですね 全世界の国々の政治、経済、社会の裏側に入っていって生存競争を助長して任務遂行の土壌を育成すするためなんですねえ旧約聖書に見られる預言者の目視に従ってユダヤ民族は二手に分かれるとそして民族移動を開始すると。 まあ、彼ら十二部族の中のですね、宗教的祭祀を司るレビ族の一団は東の方へ向かうそして現在のシルクロードを通ってですね、まあ、極東に姿を現して中国に入ってそして陰より後に起こったですね、習新、関等のですね、えー、国家樹立の中核を担ったと。そしてついにはそれをも超えて海を渡って民族移動の最後の目的地日本に至ります。 えー、日本ではですねその到達の地を出雲というふうに言います出雲というのは大国主を祀るんですけれども大国主というのは、えー、スサノオノミコトの系統にあります、えー、物質豊じの原理を持つ異国の民を祭り受け持つ場所なんですね、はい、また出雲というのはですねヘブライ語でなんとね先端とか 最高とか最果てを意味するというふうに言われています。えー、日本語の言霊ではですねまあ意味内容っていうのはこれ別なんですけども「いずも」というのはですね「いずる雲というふうに書くんですね。で「いずる雲というのはですねあのイメージすると分かりやすいんですけれども人間の飽くなき探求による一切の生まれ出てくる文化。 科学を意味すると、まあ、自分らがイメージしてこういうものを作りたいっていうのは雲のごとく発生してくるとでその雲のごとく発生してきたものを自分たちが化学していくっていうねだからこうひっきりなしにこうやって化学とかねあの物質っていうものはですねこう反映していくんですけども、まあ、それをですね「出雲」というふうに一言で言います。 まあ後にですね国譲り神話に見られる展開になっていくんですけども、まあ、この日本編については後々また動画でやりたいと思いますえその時ですね、まあ、一応政権の交代劇が起こって大和政権というのが充実するんですけどもこの大和というのはねまたヘブライ語でヤーウマトていうねこれと類似しているとヤーウマトていうのは何かというと神の民っていうね意味があるみたいなんですね、まあ、この辺もですねちょっと面白いなというふうに個人的に思っていますはいそして先の説明の通りですね 次第に日本の社会と浸透して同化して帰化していくということになるんですねはい、これによりそのユダヤの信仰というのは我々日本人にも帰化することによって背後から物質文明を助長していくことになります はい。ということで、えー、本日は以上とさせていただきます。えー、この動画シリーズのですね、PDF ファイルっていうものをですね、あのサイトの方でね、あの販売しておりますので、もしテキストで欲しいという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ覗いてみていってください。ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。